世界ミニマム級暫定王座決定戦、名古屋市港区の稲井スポーツセンターで今始まりました。第1ラウンドのゴングが鳴っています。赤いトランクス、左手左足を引いて構えているのが日本マツダジムのサウスポー阿部悟であります。対します白いトランクスがフィリピンからやってきましたハードパンチャージョマ・ガンボアです。今夜の放送席は畑中清さんとそして薬師寂聖さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは畑中さん、はい、両者の1ラウンドどんな立ち上がりをするか非常に楽しみなところでありますけどもね。あとはいきなり阿部、ね、がいきなりトッキーな動きを見せましたね。トリッキーでいいかな、ダメです。はい、阿部はもう常に自分から動いて動いて、そして相手の嫌がるところを全部やってやると、こういうふうに言っていました。そのあたり動きいかがですか、1ラウンド、前半は動きまくってですね、はい、相手のスタミナないという情報を、はい、ありますからね。戦前このフィリピンのジョマガンボアは現在年齢は26歳、フィリピンセブ島の出身です。32戦して26勝5敗、1引き分け、26勝のうち 19KO という KO 率が 73% というハードパンチャーです。薬師さん、パンチ力ありますよね。そうですね、ね、あんまりコンディション良くないって聞いたんですけど、はい、見る限りいいですよ。そうですね、はい、11月の25日に当時来る予定でありましたこの階級のチャンピオンアラン・ブレットが来日を回避したために、うん、急遽この、5位のランキングされていますジョマ・ガンボアとの世界暫定王座決定戦が決定しました。おっと、これはレフリーからコールがあった後に誕生を出しました。ジョマ・ガンボアこのライトアッパーですね、畑中さん。そうですね、右のアッパーと左のボデブロはうまいですからね、はい、入ってくるところを右アッパー狙ってるんですね。そして両者の体格差なんですけれども、ジョマ・ガンボアの方が身長で 4.5 センチ、リーチでは 18.6 センチ上回っています。これは畑中さんどうですか。いや、やっぱり本当手長いですからね。阿部が中にどうやって入るかなと思いますが、左ボディ右フック、うん、左ボディから返しの右フック、ああいうふうにもっともっと動いて、はい、体振って体を止めないことですね。そうですね、はい、右のアッパー、このライトアッパーは気をつけなきゃいけません。右フックを返しました阿部。やはりこのポイントになるのはサウスポートの対戦なんで、入ってくるときのこのアランブレット、失礼、ガンボアのこの右アッパーですね。そうです、そうです。あれはもっと右の方にもっともっと回っていいと思いますね。はい、あの右のアッパー、あの相手のガンボアの右アッパー怖いですからね。この回り方でいいんですね、今の回り方で。そうですね、そっちに回ると回る確率がありますね、はい、右手に近づかないように、遠ざかるように、遠ざかるように逃げたいと言っていました阿部悟。そして距離を取って、本来は左ファイターの阿部ですが、うん、足を使って動いて動き回る、こういう作戦に行こうとしています。何よりも第1ラウンドから畑中さん、はい、相手のスタミナを取ると言ってましたよね。そうですね、はい、もう先手先手でいきたいですね、はい、はい、WBA 世界ミニマム級暫定王座決定戦、阿部悟初めての世界戦のリング、第1ラウンドが終わりました。それでは改めて放送席をご紹介しましょう。まず私のお隣が元 WBC 世界ジュニアフェザー級チャンピオン、名古屋が生んだ世界の清、現在は畑中ボクシングジム会長の畑中清さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方、元 WBC 世界バンタム級チャンピオン、薬師寂聖さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。名古屋が生んだ初めてのチャンピオン畑中清さんと、そしてあの辰吉ドイツを破った男薬師寂聖さん、マスタージムが輩出しました2人の元世界チャンピオンを放送席にお招きして今日はお送りしていきます。まずは畑中さん、はい、阿部選手の第1ラウンドからの動きいかがですか。いや、動きはいいんですけどもね、やっぱ、はい、入っていくときにやっぱり右アッパーをね、そうですね、怖いですね。第1ラウンドでもあのライトアッパーが一発当たりましたね、はい、薬師さん、はい、あの調整不足が心配されていた、あおっとクワタトリッキーな動きです阿部、相手の下から潜っていこうという、何を仕掛けるかわからない動きを見せようという最後まであれができればいいんですけどね、はい、ただ阿部選手の絶好調でこのリングに上がってるってのは分かりますね。うもうだから世界戦のね、今日リングっていうふうに本人思ってないぐらい リラックス、ああいうパフォーマンスができるというのは思ってると思いますよ、はい、右のブローをもらいましたが、しかし右フックを返していきました阿部悟。薬師さん、初めて世界戦のリングに立った時はどうでした。そうです、僕ももうなるべく思わないようにしましたね。と言いますと、まあ、ただ2ラウンド、いつもより10ラウンドより12ラウンドなるだけだっていう、はい、ただ勝つだけだと思ってやりましたけどね、はい、相変わらず相手の右側右側に回り込んでいこうという阿部の動きです。さあ左からやりました、うん、ガンボアにしても阿部がどんな作戦をしてくるのか、ちょっと掴みかねてるってところもありますかね、うん、そうですね、こんなトリッキーとはやったことないんじゃないですかね。はい、伊藤さん、はい、松田会長なんですけれどもね、あの出足はまあまあなんだと、右アッパーだけ気をつけろと、うん、こういう指示ですね。はい、今日の両サイドのレポーターは青コーナー阿部サイドが塩見圭一アナウンサー、そして赤コーナーガンバーサイドが高田博之アナウンサーです。
伊藤さん、はい、ナンバーサイドですがね、体調が非常に不安視されましたけども、昨日も8時間以上十分寝られたし、与えられたコンディションの中では最高のベストのコンディションに持ってこれたということを言ってますね。はい、両者ともコンディションは絶好調で上がっています。今日の WBA 世界ミニマム級暫定王座決定戦、結構左のストレートが阿部入ってるんで、まだ浅いですけど、はい、あれからコンビネーション打っていきたいですね、続けたいですね。阿部選手はこのガンバのビデオを見たときに、僕の左ストレートは当たるだろうってことを言ってましたね。懐深いようでそんなに深くないですからね、はい、ガンバのは。逆にこの右は、この左の右をどうしてももらってしまうんですね。正面ちょっと立ってるから怖いですね、はい、正面に立たないようにというのが阿部の作戦です。さあロープに詰めた阿部、連打を見せるか。ガンバはパンチ力がある、 73% という KO 率を誇る、この軽量級にあってはナウテのファイターであります。このガンバ選手はあの過去3回世界戦を経験してるんですけども、はい、その3回というのがあのライトフライ級のサマンであるとか、それからあの日本でも山口圭司選手に勝ちましたね、あのピチッと調子にバット、はいはい、で今年の10月にやりましたノエル・アラムレッドと、もう軽量級では本当に有名なハードパンチャーたちでやってきてるんですね。しかしその3度の挑戦ともに全て失敗に終わっています。フィリピンのジョバ・ガンボア、第2ラウンドもあと10秒、2位のライトアッパーです。動きいいですよ阿部ね。そうですね、右をもらいました。第2ラウンドが終了です。実力のあるフィリピンのジョマ・ガンボアと、そして左の勇敢なファイターであります阿部悟の暫定王座決定戦。畑中さん、はい、1、2ラウンドの両者の動きどうですか。いや、いいですよ両者、どちらのパンチがよく当たってますかね。そうですね、攻めていくときに、左ストレートも阿部の左ストレートも当たるんですけども、はい、やっぱり入り際右アッパーをもらう場面もですね、はい、ありますね、第3ラウンドに入ります。相変わらず相手のこの体の右側右側に回り込もうという阿部悟です。ヤフシーさん、はい、前回のこの王座決定戦ノエル・アランブレッドとこのフィリピンのジョマ・ガンボアがやった時は、はい、ガンボアがオーソドックススタイル、あの右利きの選手なんですけれども、うん、この、ガンボアのこの右のストレートを怖がってアランブレッドの方が右回りに回ってたんですね。右回ったみたいですね、だからソロのビデオも阿部は見てると思うんですけど、はい、今日勇敢ですよ阿部は、はい、11月25日の右左もらいました、左フックをもらっています阿部悟。11月25日に相手がアランブレッドからこのガンボアに変わったと聞いた時には、ならば僕はあのアランブレッドの作戦を取ればいいんですよと言っていました。赤いトランクスがマスダジムのサウスポー阿部悟。ガード結構前ので低いですからね、ガンボアですね。そうですね、ちょっとフリッカー気味にジャブを振ってますよね、右のフックを返します。ナイス、右から左ストレート、左のストレート顎を捉えましたね今ね、さあ左ストレートリック、この返しの練習を阿部はもう1ヶ月以上にわたってやってきました。でもいいの当たっても早い回ですからね、まだね喜んで打ちに行っちゃいかんのですわ。まだまだ阿部はもう長丁場を考えた方がいいです ね、 ですね、はい、後半勝負です。ジョマ・ガンボアサイドもこのリーチ差 18.6 センチというリーチ差を生かしてアウトボクシングをやるしかないと、12ラウンド戦うことを考えますよと言ってました小泉マネージャーです。リーク当てては距離を取って当てては距離を取ってというそういう作戦ですね。結構左フック狙ってきてますね。そうですね、この左フックは非常に振りが速い。そして阿部勇敢に中に入るが、このガンマの右打ち下ろしの右です。中途半端怖いですね今みたいな。そうですね、はい、この中間距離、お右ストレート、ガンマの打ち下ろしの右、ガンマがついてくる。さあ阿部なんとかなんとか踏ん張って、正面だった、怖い、ガンマの右もらった、阿部がなんとかくっついてロープに倒れ込むようにした、まともにもらいましたね、見てますね、今のはちょっと入りましたね。ガンマの右ストレート、この中間距離はいけません、阿部がなんとかくっついています、なんとか倒れないようにガンマにくっついた。さあ前に突っ込んでいく阿部、床に突っ込んでいく、ガンバの右をもらいながらも左を振る、ちょっと効いてるか阿部、ライトアッパーが振る、ライトアッパーがボールを振る、ガンバサイドはいい経験構成になっています。打ち合わんでいいんだからね、正面に立ってはいけませんね。第3ラウンド大ピンチを迎えました、右ストレート、右のフック、右の打ち下ろし、そしてライトアッパー、ガンバの恐ろしい右が阿部に襲いかかります。動いた方がいいですね。そうですね、動く動く。第3ラウンド残り10秒、大ピンチを迎えました。第3ラウンドなんとか倒れずにダウンを奪われることなくこの3ラウンドを終えそうです。結構まともにもらいました、ね、第3ラウンドが終わりました。
これが初めての世界戦のリング、阿部悟。そして今日負ければもうプロ生活をこのリングで終えようという、負けたら引退の覚悟の阿部悟。しかし第3ラウンドに大ピンチがありました。畑中さん、そうですね、もう打ち合う必要ないですから、はい、もう動き回る、後半勝負です。薬師さん、はい、逆にこれで本当にあのガンボアのパンチ力というのが阿部にも 身をもって分かったわけですからね。分かったと思いますし、角度が普通の角度でナイスで出てくるのがアッパーだかストレートか分かんない角度から出てきますから、そうです、ね、読みにくいパンチですね。打ち下ろしの右と同じようなところからこのフックが出てきたりしますもんね。そうですね、相手の右側に回り込もうという阿部の作戦です。そして序盤に相手のスタミナを取ろうという阿部の作戦ですが、ガンボアの方はもう十分に相手を射程距離に捉えた、そんなイメージにもあります。カウンター取るのもうまいですね、ガンボアの。はい、3発右が入りました、ガンボア。そしてライトアッパーです。このライトアッパー、アッパーでもカウンター取れますからね。さらに右フック、相手の懐に突っ込んでいく阿部ですが、ガンボアのこの右、強烈なパンチ力のある右です。右やっぱ怖いな。そうですね、WBA の世界ミニマム級暫定王座決定戦、まあ、本来ならば今日がタイトルマッチであったはずなんですが、王者のアラン・ブレットが体調を崩して来日を返しました。右アッパー、ライトアッパーもらいました。しかしコーナーに詰めたのは阿部の方だ。左のボディを打つ、まとめた連打は出ないか。阿部悟、一旦レフリーが開けます。ブレイクです。正面から攻めてるからですからね、阿部の方は前半みたいにもっと体振ってサイドサイドから行った方がいいですね。1、2ラウンドの動きをもう一回見せてほしいですね。そうですね、左ボディどうですか。第3ラウンドにもらったあの右の影響っていうのはありますか。ありますね。ありますか。先手先手ですね。この相手の左脇腹に入りたいと言ってた阿部です。この位置は阿部の位置です。伊藤さん、はい、やっぱりあの阿部サイドのシーンなんですけれどもね、慌てなくていいんだと、相手はスタミナがないんだからどんどん動き回ったらいいんだと、で倒しに行っちゃダメだということです。この辺りは畑中さんと同じ指示ですね。そうですね、さあ連打です。やっぱりこう見てるとリーチの差が出てますよね。はい、 18.5 センチというリーチ、おっと右が入りました、右が入りました、カウンターです。ガンバーのパンチをダッキングした後、カウンターで右フックが入りました。はい、しかし入ってくるとこのライトアップ、ナイス、右フックです。もらいながらも右フックで返している阿部。今の位置、入ってく位置がちょうどアッパー、はい、そうですね、あ、正面からもらった阿部、正面ダメ、またやばい、危ない阿部、なんとか倒れるな、頑張れ阿部。動く動く動く、さあ右打ち下ろしてきました、ガンボア。ジョバガンボア、阿部の動きがちょっと止まってきたか、何か朦朧と振ってるようにもあります。ちょっと阿部効いてますね。そうですね、もっとこのステップを踏んで足を使って右回り、相手の左脇腹に入るというのが高森トレーナーの指示です。相手の恐ろしい右にも勇気を振り絞って飛び込んでいく阿部ですが、まだ試合はしかし第4ラウンドですからね、渡中さん。そうですね、まだまだ動き回るだけでいいんです。はい、阿部に訪れた初めてのビッグチャンス、最初で最後のチャンス、負ければ引退、阿部悟。左のボディのストレート、右フックの返し、第4ラウンドが終わりました。今みたいな周りですね。そうですね、はい、畑中さん、はい、ここまでの流れ、まあ、なんとか序盤4ラウンドまでしのぎ切ったというところですけどもね、はい、3回4回ちょっと危なかったですね。そうですね、薬師さん、はい、ただ4ラウンド終盤にいいコンビネーション入りましたね。そうですね、で調子乗ってレイクともらっちゃうから、はい、あのまだまだ距離取った方がいいですね、はい、右に回って危ない位置とか距離というのははっきりしてるんですけどもね。もうその時は正面から攻めてます、うん、そうですね、はい、第5ラウンドです。さあ阿部がまたリング中央に元気に飛び出していきました。阿部悟はデビューからちょうど7年と1ヶ月です。畑中清さんのあの世界を取った試合、ペドロデシマから6回通算ダウンを奪って名古屋から初めて世界チャンピオンが誕生したというあの試合を見て感動してボクシングを始めました。ですから派手なアマチュアの成績も、それから卓越したボクシングセンスも全く持ち合わせずに、ただの練習生として増田ジムに入門してきました。畑中さん、はい、その阿部選手が世界戦のリングに立ってるわけですよね、今ね。そうですね、阿部は、ね、すごい頑張りなんですよね。僕らのキャンプ来ても、もう言われなくても練習する、すごい練習熱心なんですよね。そうですね、はい、松田会長も、おっと左ボディが入りました。阿部右のフック、もっと右に回った方がいいですね、はい、正面に立たないように。赤いトランクス、松田ジムの世界ランカー第4位阿部悟、フィリピンの恐ろしい、あっと右をちらつかしているジョバガンボア、この恐ろしい右のストレート、右フック、あの左でもフェイントかけたいですね、腹打つと見せかけて
上打ったら当たりますよ。はい、入るタイミングを取りかねているという阿部の動きです。リング中央です。ただ薬師さん、はい、その一生懸命練習した練習は本当にすごく一生懸命やるという評判の阿部選手ですけれども、はい、今回は3週間で130ラウンドを超えるスパーリングを経験しまして、初めて世界戦の調整を経験して、今まであの僕は練習をしてるのに、あっと右もらった、右打ち下ろし、今まではまだまだ甘かったってことを痛感したと言ってましたね。少々打たれても今日は耐えれると思うんですけど、そうですね、でも12回長いですからね、はい、細かくもらってると特にガンバーパンチがありますから、はい、もともっと体振って、芯にもらわないことですね。3ラウンドあたりからガンバーはもう右のストレート、それから右のライトアッパー、自分の得意なブローを出しまくって、そしてペースを取りつつあります。阿部はこの回り方ですね、畑中さん。そうですね、中に入る左ボディです。ガンバはちょっと休んでますね。そうですか、うん、攻めあぐねてるっていうよりちょっと休んでるような気がしますけどね。3、4ラウンドを取ったということなんでしょうね、うんうん、第5ラウンドにできて少しスタミナの配分も考えてるかもしれません。ガンバサイドは6ラウンドあたりを一つの目処にして、うん、それでどのぐらいのスピードがスタミナが残ってるか、これを一つの目安にしたいとは言ってましたけどね、うん、でも結構狙ってますね、右アッパー、右ストレート。そうですね、はい、畑中さん、阿部の方はガンバーの右のタイミングというのは掴めてますか。そうですね、左ボディーです。ただね、狙いすぎでね、アランブレット戦も見ましたけども、はい、数が少なくだんだんなってきてますね。あ、中盤以降、はい、はい、とすると手数を出していけば阿部有利ですね、はい、第5ラウンドが終わりました。世界未満級暫定王座決定戦、両者の比較をちょっとご覧いただきましょう。リーチの差で 18.6 センチガンボア、そして身長差でも 4.5 センチガンボアが上回っています。 KO 率は 73% のガンボアに対し、画面右側阿部悟は 43.4%、 しかし95年に当時の日本ジュニアフライ級チャンピオン山口圭司に判定負けを喫した後は引き分けを挟んで現在11連勝中、この11連勝の中では 8KO をマークしています。最近の畑中さん、はい、阿部選手はこの KO 率が上がってきましたよね。そうですね、まあ、パワーも確かについてますね。はい、パンチ力が非常についてきました阿部悟。今回の試合に向けて阿部は167ラウンドのスパーリングを重ねてきましたが、その中で僕はまだまだ成長しているというのが非常に分かった。あと2年ぐらいは正直言うとまだボクシングをやりたいんです。自分のボクサーとしての最高潮を見届けるまでボクサーでいたい、だから今日の試合は絶対に負けたくないと言っていました阿部悟。さあ、くっついて細かいボディブローを打っていきます。そうですね、ここで今みたいにポイント取りたいですよね。はい、ミヤオンがライトアッパー決まった、ダウン、阿部悟ダウンです。ライトアッパーから左、そして右ストレート弾んだ、さて阿部立て、これで終わるのか、阿部終わるのか、阿部はもうダメです、ノックアウト負けです。阿部悟のボクシング人生がここで終わりました。正面から完璧にもらいました阿部悟、マットの上にまだ大の字です。ただいまの KO タイムをお知らせいたします。6ラウンド1分、6ラウンド1分、これまで自分たちを照らし続けた華やかなカクテル光線を今阿部はどんな気持ちで見てるでしょう。マットの上に大の字になってノックアウト負け、キャンバスで頭打ったらちょっと危ないですね。そうですね、はい、その後の阿部どうでしょう。ガンボア選手には認定書が授与されます。意識はありそうですか。ちょうどこの放送席からも近いところなんですけども、畑中さん、そうですね、もう今よく立ち上がろうとしましたよ。最後ちょっと心配ですね。そうですね、ガンボア選手の6ラウンド、こちらの方は見事なノックアウト勝利に終わりました。WBA 世界未満級暫定王座決定戦、しかし KO 負けを喫した阿部選手のその後はちょっと心配です。それではここまでの中村意識あんの5ラウンドまでのジャッジペーガパーが今手元の方に届きました。1人ドローをつけておりますが、いずれも3人のうちのジャッジ2人は、ガンボア選手が3ポイントリード、2ポイントリードということですね。1人のジャッジが
両者ドローと、両者5ラウンドまではドローというイーブンの評価をしております。しかし6ラウンドライトアッパーをもらった後、正面から左そして右と完璧なワンツーをもらいましたね。あれ以上のコンビネーションはないですね。やっぱりこの放送席で途中からちょっと心配だと言っていた、その一番やってはいけないところで聞いちゃって、ほらそうですね、勝ちました。現在リング上ではジョマガンボア選手に認定証が送られました。ただしそのすぐ脇で足元でまだ阿部選手がリングの上で大の字になって寝ています。意識はどうですか？あるみたいですね。もう平気です。大丈夫ですか？はい、放送席、放送席。それでは見事暫定チャンピオンになりましたジョマガンボア選手にお話を伺います。おめでとうございます。 Congratulations Mr. Gamboa and thank you very much。ありがとうございました。今日の阿部選手との試合、ガンボア選手にとってはもう急な決定になりましたけども、見事に結果を出しましたね。ano ang masasabi ninyo sa pagkakatumba ni Mr. Abe? Ano na chamba lang, nakachamba kasi walang tamang ensayo ako. Ang ensayo ko kulang na kulang. One week, 10 days before, 10 days before fight, coming title fight. Timing lang nakatama sa kanya. Katimig lang ako. やっぱりあのトレーニングはすごく短かったけど、10日間しかいないけど、やっぱりいいタイミングでした。さあ、そして阿部選手ですけども、前半ちょっとトリッキーな動きに惑わされた部分ありました。阿部選手の印象を聞かせてください。Ano ho daw masasabi niyo kay Mr. Abe? It's a good boxer. He knockout for timing punch. Good boxer. It's a good boxer. Top boxer. Top.やっぱり阿部選手はあの強いいいボクサーでしたけど、なかなかタイミングが良かったからナックアウトしましたです。念願のチャンピオンになりました。ファンの皆様に一言お願いします。あのどほんmasasabi niyo sa lahat ng fans ninyo? Una sa lahat, salamat sa Panginoon at sa mga fans na at sa pamilya ko at sa mga fans dito sa Japan in Nagoya.Especially kang manager Joko Seme and Mr. Honda. やっぱり一番最初はあの神様にお礼をさせたいんですね。あとは皆さんあのファンの皆さんと家族の皆さんとあのジョークイズミとトレーナーもあの感謝をさせていただきます。どうもありがとうございました。新チャンピオンになりましたガンボア選手でした。